バタヤンチャンネルです。クワバタのクスクス子育てママトーク、今回も相方小原雅子さんです。もう最後、最後もう全然喋り足りないんだけど、あっという間に終わるやろ。早いわ。いや、まあ言うたらね、はい、クワバタ小原といえばじゃないけど、お互いが高齢出産してるわけですよ。クワバタさんでも高齢出産やな、最初の。そうやな、最後。いや、高齢出産が何歳、35歳から。一応35歳以上。ほな、一人目は34歳で産んでる。うん、34、37、39歳で産んでんねんけど、小原さんは？小原さんは、何歳？ 39、40、43。え、39って、そんな年子ちゃうの？でも1年、39歳、40歳。39、40、43とかかな。ほんま、うん、うん、すごいな。もう43も言うても44よりやわな。4よりの、うん、8月生まれたけど、もう44歳になる直前やから、まあ44で最後産んでるわな。すごい、うん、だ、高齢出産やわ。それでさ、なんか困ったことある、うん、なんか悩みとか。いや、たまにあんのよ、やっぱりさ、保育園行くと高齢で産んだから、うんうん、ママたちが若くて会話に入れないとか、会話できない、で子供になんか申し訳ないとか、いろいろあんねんけど、なんかある、うんうんうん、ほら、どうした？あの、ん？いや、ええとこがいっぱいありすぎるけど。ほうほうほう。あ、子供を出産したことによって、高齢出産な、うん、あ、高齢出産のええとこって何？やっぱりこの心のゆとり。なるほど。これがじゃあ逆に言うと、例えば20代前半でやったら、まあ、とてもじゃないけど、いや、自分が20代やったと思ったら、同じような接し方できてたかな、言ったらちょっと不安。だってやりたいことがいっぱいあるやん、20代で。そうやな。だからまあそれでお母さんしてる人いっぱいおんねんから、だからそこはすごい、みんなちょっと自分のこの我慢と、これをバランス取りながら頑張ってはると思うねんけど、この私の場合に限ったら20代、私の性格やったら20代、30、20代やったらちょっと無理やったかもな、うん、もっとやりたいやりたいことが多くて、うんうん、でも今はさ、もう一通りもう全部した気持ちが、一生懸命 やってきたっていう自信があるから、うん、あのもう子供だけに専念できるっていう、うん、だからそれはええとこね、私の場合は、うんうんうん、でも困ってることも山ほど、もうそれも山ほどあるわ。そら、例えば体力の低下、体力の限界、小老人、うん、今でこれやから。例えばどういう時に感じるの？もう目が悪くなってるから、目もともとええのに目悪い。だから起きてさ、コウメちゃんって朝一でパッと見たいのに、もうちょっとぼやけるから、ちょっとこう、ほんま冗談抜けてちょっと話してさ、コウメちゃんを見たりさ。文字じゃなくて、コウメちゃんすらもかすんで見えるんだ。そうやで。それは大変。ほんで鏡の前行って、ちょっとある鏡で見たりな。なんで？いや、はっきり鏡の距離あった方がちゃんと見えるし、こう見るより鏡でちょっと離れてるから見やすい。あ、でこうなったらもうここにシワめちゃくちゃ寄るから嫌やから。うん、なるほど。首こう、いや、そうやで、ここなんか、こうなんか、ここシワすごいや、うん、だから鏡の前行ってちょっと距離置いて、自分の首もシワ寄れへんし、はっきり見えるから、この鏡越しにずっとこう見て誰とか、そうなるよ。だからもうそこでほんま老眼鏡ないと不便やろ。そうやな。あとは走って、一緒に走って、あと腰も悪いやん。悪いやろ。子供と一緒に遊ぶも、もう清吉と清八と遊ぶなんかしんどいで、家の中でも走り回ったりできへんで、うん、だから公園で一緒に走るとかできへん。もうちょっとしても無理やわ。もう私は特に体力、もともとが運動神経ないところもあるから、うん、だからそこはまあ言うたら旦那さんがマックさんって、そうやっぱスポーツやってた人やから、うん、でもね、何が一番、だからそういう体力的な面はあるけど、うん、一番ちょっと あれは、まあ、先のことのちょっと不安の方がやっぱ今より、うん、例えば分かるわ。なんか自分がだって、コウメちゃんが二十歳の時、うん、いや何歳、もうどうすんのよ、おばあちゃんやで、ほんま43で44やから50、51、え、小学校入学の時にもう51とか、そうやな。どうなの、引くわ。いや、そんな人でもいっぱいいたはるけど、 いっぱいおる言うても少ないで言うても、そんな、いや、ほんまにさ、そんなん30歳ぐらいのお母さんちゃうの。そこに50歳のお母さんやで、小学校入学やで。そうなるよな。今はまだ40歳でもまだ若いし、だからまあ若く健康でおらなあかんいうことがまあべやけど、言うたら20代のママいるからな、小学校で。
27、28年、20代前半で産めたら、うんうん、今もなんか20歳ぐらい違う人いるよね。お母さんおるよ、保育園幼稚園で20代のお母さん言い張るからな、うん、だからその人と喋る云々がとかで困ったりはせへんけど、何歳までほんまに自分が元気でなんか見てあげられるかなとかさ。いやだからさ、まだまだ今元気やけどさ、うん、よいしょ。そうやんな、二十歳。いや言うたら小学校の間はちょっと元気でおらなあかんと思ってまよね。中学校、多分中学校ここでもずっと自分が元気でおらなあかん、うん、まあだからそうやな。なるほど、小学校入学式の51歳か。51やと思うわ、51ちゃうか。50歳、もう小学校卒業の頃にもうすぐ還暦いうことやからな。わかるわ。だからさ、今小学校とか行ってもさ、いや、かろうじて校長先生年上って感じ。あと教頭ぐらいやと同いやからな、教頭は。だからな、あかんのはさ、うん、絶対にさ、もうほんまさ、むっちゃ年下の子が先生とかなんやろ。その先生とかに偉そうにしてしまいそうで怖い。あ、やっぱそれはないで。そうやな、やっぱ先生は先生やな。そうやな、そうやね、だからそうやね。だから今ね、例えば旦那さんに対しても思う時あんねんけど、うん、だから今ないで、先生これからね、小学生とかの先生とかあった時に、うん、でそうじゃなくてもさ、そういう職業でやってる人に対して意外と厳しかったりして、まあ、マネージャーとかにもそうやねんけど、うん、うちもマネージャー若いけど、うん、あの若くても厳しいとこパッパッパッって言ってまうから、うん、まさか小学校の先生でも年下とかでもなんか言ってまいそう、先生としてどうなんみたいな。なっ、でもマネージャーにも対してもね、もしも今息子おるから、なるほど、自分のこの清吉清八がもしじゃあ結婚した時に、うん、嫁さんにどういう口の利き方されてたら嬉しい。だからマックさんに言う時な、それを考えて接してんの、うん、と思ったら、自分の清吉が大きなった時に奥さんに頭ごなしに言われてたら、自分の息子、私いやなんか嫌やな思って、うもうちょっと自分の息子も立てながら一緒にやってくれる奥さんやったら嬉しいやん。その考えやったことなかった。でもなるほど、それいいわ。だからなるべく最近はマネージャーでも、もう例えばこれから会うであろう小学校の先生、まあ幼稚園の先生とか割と女の先生とかが多いからあれやねんけど、あのでもまあね、自分の息子が将来マネージャーになった時とか、自分の息子がなった時を想像して、その時にどういう喋り方されてたら嬉しいかと思って、もう気をつけなあかんなと思ってんねん。そうじゃなかったらもうガンガン言ってまうから、とことん追い詰めてまうから。あんたすごかったからな。そう、特になんていうの、プロとして仕事してる人に対してものすごいすごかった。なんか、うん、分かるよ、うん、厳しくしちゃうのね、タクシーの運転手さんとかさ、うん、あのお店の人とかさ、タクシーのおっちゃんとのあんたの喧嘩どんだけなだめてきたよ。よっぽど私はどんだけ喧嘩するんだよ。ほんまほんま、外出ろ言われた時あったな、タクシーの運転手さんに。 なんで出らない、なんで出らあかんねんって早走らせとか言ってな、あったな。いやでも関係ない、あのおっちゃん悪かったわ。私あの態度なかった、あの人ね、まず乗った時家の予感したら関係ないけど、ここのガラスあるやん、うん、運転手の人、うん、ここにエロ本開けておっぱいの女の人がガラスに映っとって、知らそうな、でこの人何やん、ずっとエロ本見とったんかいなと思った後に喧嘩始まったからさ、で何ですかって言いながら、何やねんって向こうも言いながらパーンって閉じとんねん、なんかエロ本何や、閉じるんかいと思いながら。いやあれは懐かしいわ、懐かしいな、だいぶ前やったな、なんか喧嘩したなとか。あれ高齢主婦さん、だから桑原さんは何かある？それこそやん、いやそんな人は私ばっかりちゃうでな、まあまあ年やで、年やし、体力は私よりあるからな。なるほど、やっぱ中高ソフトボールやってたのもあるし、最近バタルとかいうのもやってた。ああそう、ダイエットもしてる。だから筋肉がついたら、だからあんたやっぱ筋肉量ちゃう、腰も悪いやろ、なんか、うん、だ腰も悪いから、もうでも最近はそのね、あの悪くなってから行くんじゃなくて、もうこういう病気の話になるやろ、年取ってきたら。分かる、めっちゃ分かる。もう予防予防だから、もう今ちょっとこの子まだちっちゃいからそんなに行けなくなっちゃったけど、多い時は週3ぐらいでちゃんと接骨院、あの整骨院行って電気当ててもろって、悪くないけど電気当ててもらったり、ちょっと自分で家でそんなストレッチせんやったらそこでちょっとほぐしてもらったり、悪化する前に予防予防したりね、ちょっと時間見つけて面倒でもね、うん、
そこは気ぃつけてるかな。そうやな、うん、体のこと、ね、やっぱ体で風邪も、うん、そんな母親と倒れられへんからな。うん、そうやな、うん、いや多分びっくりすると関係ないけど、うん、多分おみちゃんが保育園行くんだったら、うん、この年代のママが一気に若くなるからな。私3人おるけど、やっぱ一番上ってまだ同級生おんねん、40代とおんねん。ここ40代もう私ともう一人だけ、あとみんな30代前半、もしくは20代後半。自分の子供でもちょっとおかしくないようなお母さんいてます。ほんでさ、今でもさ、なんかさ、もうさ、LINE とかでもみんなつながるやんか、はい、グループ LINE で言うても LINE ももうできるで、そら、うん、できるけど、うん、最近の文化やん。はい、まだこの、でももう当たり前なんだから、うん、LINE の交換でグループしはるやんか、みんな。でも一応そこ入っとうで、うん、今も、うんうん、やけど、もうみんな、なんていうの、もう誰が誰か分かれへん。分かれへん。私とかはもうはっきり、もするからね、もうはっきりちゃんと鈴木雅子、うん、写真も自分、うん、とかやけど、みんななんかあだ名やし、分かるわ、アイコンいうの、あれもなんか、うん、おしゃれなカフェのとことか、なんか夕日とかサンセットとかをさ、なんかして、どの人がどの人か。それ名前変えれるの知ってる？いや、そうやけど、もともとがさ、もう誰やからさ、そのあなたはフルネーム誰ですかと思うさ。あ、なるほどね、うん。なんかその人の過去の写真とかなんか探ってみて、なんかわかる。それを拡大して、あ、この人かとか。うん、とかさ、うん、もうみんなだから、ちょっとでそれでどん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 さ、なんか会話したりなんかするやん。そういうとこ入っていく？会話に入らないよ。私もやね、うん、あんまり入っていけへんの、うん、スタンプ1個ぐらい押したりするけど、オッケーとか、うん、何やろ、なんかすごい盛り上がる人たち、うん、うちもみんな盛り上がんないけど、そこに1回入ったらずっと会話していかなかのかなと思うのがだから終わったぐらいに、せやったんや、ええやんだけ、なんか分かる、翌日に言えんねん。いや、私もなんかとりあえず OK のスタンプだけ押しとくとかはしてるけど、うん、うん、そうなのよね、うん、だからまあそれ、そうやな、だからその辺の付き合い方もこれからもっと増えていくかもしれないな。小学生になったらなんか PTA とかもあんねやろ、うん、あるよ、分からんけど。あんたママ友とかは、清吉とかのママ友、うん、いや、いや、幼稚園のママさんとかも、うん、みんなで集まってご飯食べたり、うん、もうちょこちょこ、それがでもあんまり自分から主催はないけ、うんうん、けど、そういう時でさ、やろうっていう人一人いない、あ、ねんねん、言ってるよね、だからね、誘いがあったら、ほんまにスケジュールあったら行くし、うん、うん、そうやんな、うん、でもなんかいい距離感はあるけど、うん、うちもね、あの保育園と幼稚園と、その普通の幼稚園じゃなくて、割と長い時間預ける働いてるお母さんが多いから、あ、そうなんや、うんうん、だから共働きのお母さんお父さんの家が多いから、うん、ちょっと普通の幼稚園より気楽、なんかちょっとみんな働いてるから距離感ある、うん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 、はい、それはあるかもしれへんな、はい、ここでちょっと、あ、じゃあ特に、うん、だから特にそのもう高齢出産ってこんな辛いとかいうのはないってことね。だってこう主に辛いと思ったからといって若くなられへんからさ。そうやね。なんかわかる、うん？なんかこの体力ないんやったらなんかこう頑張れたりするけど、うん、年齢だけはどうにもこうにも変えられへんからね。うんうんうん、そうやな。だからそうな。でも高齢出産、そうな。でもおすすめをするわけでもないけど。ええとこもあるってことだよね、うん、人によったらそれ人それぞれ、うん、逆に言ったら子供たち20歳で子供を産んで言ったらもう40の時にはもう自由や、うん、そう楽しそうなお母さんおるよ、すっごい、もうで私はその時からもう子育て大変やけど、うん、もう毎日カラオケ行ってあれしてこれして、うん、飲みに行ってさ、すっごい楽しいって言って、でも20代の時すっごい大変やった分、うん、今が楽しい、なるほどなと思う、うん、そうそう、だからうまいことバランスが取れるんちゃう、そうそうそう、そうやと思う、うん、楽しそうなお母さんおるわ、もう早めに、いっぱいいてる、うん、まあ、だからいろんな人に、ね、助けていただいて育児をしたら楽しくできるよということ、もう終わんねんけど、なんかあろうお母さん最後なんか、またちょこちょこね、こっち来た時にやる、そうね、いや、うーん、じゃあ聞くわ、うん、子供たちに将来どんな人だってほしいですか、うん、めっちゃ考える、え、結構時間とんのこれなんか考えてるなんか想像してはるけど、まあ、いや、もう優しい人、また泣きそうなの、優しい人、
優しい、あんだけタクシー運転手と喧嘩してた人が優しい、タクシー運転手の前で言って言えるから、ね、優しい人、そう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 、切れない人私と真逆の人まあな、でも優しい人が優しいのが一番やな、優しいって人の気持ちが分かる人やからな、やっぱりね、ほぼ昔のあなたに全部足りなかったものやな、そうやな、はい、いや優しい人ね、はい、優しくなかった人が優しくなれるんですからだから私ほんま思う、だから人間って、うん、特にちっちゃい時に今こういう子供やからどうしようって悩むけど、うん、4ね、30代ですっごい暴れん坊やった人がこんな変わることもあるねんから、うん、ちっちゃい時になんか悩んでたっても関係ない、うん、あとだからちょっと最後ね、高齢出産やからかもしれないしどうなのか分からへんねんけど、もうね周りがね全く羨ましくなくなってん。どういうこと？なんかさ、うんうん、それはだからだから周りがちょっと羨ましいなとか周りとこう比べたりしたら自分の子供がとかやけど、うん、なんか周りと比べんくなったからすごい楽になったんよ。子育て？子育ても生活も、へー、なんかあと羨ましいとかいう気持ちがなくなったんやな。それはなんで？いやすっごい今が楽しければ、自分が楽しかったらいいってことね。もう自分のこんなすごい、まあ、宝物がもうあるからっていうことかな。うん、そう思えんな、やっぱり、うん、ちょっとまあ年齢もいってからかもしらんし、うん、もう本当にあのお金では買えないというね、まさに、うん、そうやな。だから他の子とも比べんしな、他の家庭と比べへんしな、うんうん、それが良かったとこです。高齢になると比べなくなりますいやでもあんまりこう、なんかみんなあんまり高齢って言われるけど高齢って感じないとこもあるやんか、うん、そうや、そう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 、そうなのよ。人と比べたって何にもいいことがないから比べなくなったらただひたすら楽しくなった、楽しいですよということです。私も見習い、私もそういえば気がついたらなんか比べることしてないかな。うん、なんかいや子供のことではよう未だに比べることあんで、やっぱりめっちゃできる子とさ、それこそまた長なるけどサッカーしてみてみ、レギュラーなれるなれないで比べるじゃないけど、こんだけ頑張ってんねんから試合ちょっと出させてよってさ、親心、ほんで次出たら出たで出てないママの気持ちが分かるから、このママもこんだけ頑張ってるから子供出てほしいと思ってるやろとか、なんかいろんな人の気持ちをさうごめくじゃないけどね、大変だけど楽しく ね、母親は楽しいということで、はい、楽しく育児していきましょう。はい、また呼んでください、ね、ありがとう、4週間ありがとうございました、ありがとう。